半ぐらいです。冷凍ご飯、これ簡単試しても作るので、この生地入れて、ちょっといっぱい戻す、これがらごま、えレンジでチンします。レタスが余ってるのでレタスも入れます。あ、レタス最初に敷いた方が良かったな。あ、引っかけすぎた。腸活丼完成。じゃん。めっちゃさ、腸活って感じのメニュー。お腹空いな。めっちゃ美味しそう。Thank you.